ちは、どうも店長です。ですね、春のライトアウター入荷しました。で、今早苗さんが持っていただいているマウンテンパーカーのベージュのタイプと、まあ、ロングのタイプと、着てもらってるブルゾンタイプ3種類あります。こちらちょっとね、とてもおすすめなので今からご紹介させていただきたいと思います。まずなんですけども、こちらのブルゾンタイプですね、これはですね、素材がナイロン 100% です。とても軽くてサラッとした生地感になっています。一応ベージュ、アイボリー、早苗さん着てるのグレージュという色なんですけども、着た感想ちょっと一言。着た感じはすごく軽いです。すごく軽い、軽くて、着心地もいいですね。はい、はい、こんな感じに、後ろはちょっと長いような感じしますけど、着ていた、そうですね、ちょっと後ろの方が丈が長いかなって感じですけども、なかなかね、フードがついてるの、フードのないタイプってカーディガン感覚で、そう着ていただいても、よくおっしゃっていただきました、はい、カーディガン感覚で着ていただく、いただけるというね、はい、なんですけど、でも本当に、なんていうんですかね、丈もそんなに長くないですね、すいませんね、やっぱね、春といえばボーダーということで、ボーダーもいろんな種類入ってるんですけど、早苗さんも着てもらってますね。インナーにボーダーでこういう羽織物着てもらうっていうのは、すごいシンプルに可愛い春っぽいコーディネートになるんじゃないかと思いまして、おすすめしたいと思います。次行きます。はい、続いて、マウンテンパーカー着てもらいました。こちらは、まあ、オーソドックスにですね、ジップアップとフードが付いているタイプなんですけども、まあ、ポケットがフラップ付きのポケットですね。それほどマウンテンパーカーといっても女性らしい感じの軽い印象、ごつさがあまりないです。で、生地がポリエステル 100% で、ナイロン素材とはまた違うんですけれども、まあ、軽くてサラッとした素材感ですね。ちょっと後ろの方向いていただきます。後ろの方も丈がちょっと長くなってまして、この辺の、まあ、コードも入ってるんですけど、ちょっとこういうラインが女性らしいというか使いやすそうな感じですね。さあさあ、感想一言。これは、はい、もう軽くていいですね。これなんか、花粉とかなんかが飛んできた時にピャッピャッと立って取れそうな感じですね。あ、そうですね、はい、そうなんですよ、今花粉、今年ね、やっぱ特に花粉多いって言われてますけども、毎年やっぱこの時期悩まされてる方もね、多いんじゃないかなと思うんですが、やっぱ外で晴れるっていいかな、まあ、汚れがつきにくい、イコール汚れがつきにくいっていうことなんで、でお首もちょっとこういう風になるので、はい、ちょっと外出て、ね、花粉ひどい人はちょっと襟を立ててね、はい、襟立てて着てもいい、いいと思います、いいと思います、はい、はい、はい、行きます、はい、もう行ってますみたいな、はい、どうぞ今度長い丈、最後長い丈なんですけど、はい、ちょっと縦画面に変えましたがこの方が綺麗に映りますね、全体が。そう、ここのウエストに、まあ、紐が入ってるんですけど、こういうちょっと結んで、まあ、サナエ流アレンジもいいかなと思うんですが、案外この丈ってあんまりやっぱなくて、マウンテンパーカーというこういうナイロンっていうかね、パーカー系のアウターだとこの丈はほとんどないので、ちょっとそういう意味でもおすすめしたいんですけども、サナエさん、着た感想、着心地はいいですね、着心地いい、どれも本当それぞれ、はい、いいと思います、はい、そう、丈がね、そんな長すぎないですね。早苗さん身長155センチですけども、はい、とてもバランスよく白いパンツとボーダーが生きてますね。厚っぽくもないしね。厚っぽくないですね、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます、はい、厚っぽくない、はい、ということでですね、気になるお値段なんですけども、早苗さん、はい、はい、3850円ですありがとうございます、はい、こちらも3850円、なんと、そうなんですよ、マウンテンパーカーとこのブルゾーン3850円、とてもリーズナブル、見えません見えません、はい、見えません、はい、はい、いいです、とてもそんなお安値段には思えない、見えないということで、はい、やばいですね、はい、じゃあ最後に着てる値段、はい、コートの値段なんです、こちらこれいくらだと思います、いくらだと4290円税込みで、はい、3900円プラス税で、おー、4290円、はい、いいと思いますよ、4290円だ、はい、安いこのコート、いや、ありがとうございます、はい、というわけでいろいろと、いろいろじゃないですね、3方紹介させていただきました、はい、本当にリーズナブルで着心地がいいので、これね、さやさん本当おすすめで、
ちょっと動画でどれぐらい伝わってるかわかんないけど、あのおすすめしたいと思います。私もこれ欲しい。来てもらってわかるかなっていう感じはありますね、はい、ぜひちょっとお試ししていただきたいと思います。ということで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。